私の名は日野日です。怪奇と恐怖に取りつかれた漫画家、腐敗したこの町の今にも崩れそうな配下で、私は毎日物語を書き続けている。私の頭は狂っているのだろうか。私の物語は私が実際に犯した陰惨な事件をもとに作られている。私の行くところにはいつも死の影がつきまとう。私の作る物語には亡者の呪いの声が張り付いているのだ。これから始まる物語は見てはいけない。死者たちがあなたを呪い殺すかもしれないからだ。あなたの身の上に何が起こったとしても私は一切責任を持てない。それでもよかったら見るがいい。今度は君が死ぬ番だ。死ね。落ちろ。地獄の底へ。落ちてしまえ。お疲れ様。なんとかでっち上げたよ。まあかっこいい。いいんだよ、脚本家にはそれぞれ持ち味ってものがあるんだから。俺にホラーは向いてないの。あとあと迷惑かけるんなら今からでも断った方がいいんじゃない。仕方ないだろ、稼がなきゃ。頑張れ頑張れパータ、頑張れ頑張れパータ。これのどのあたりが怖いんですかね。怖くないですよね。これそうですかね。私はこれ全然怖くなかったけど。どうでしたかね監督は。あ、こちら今回の作品の監督で瀬戸さん。どうも梅木です。
や正直僕もちょっと乗れなかったかな。すみません、ホラーは苦手なもんで。だったら断りゃいいじゃないですか。こういうのやりたい脚本家いくらでもいるんですから。何ですか更新曲って。幽霊が更新しても怖くもなんともないでしょう。はあ、梅木さんさ、今まで生きてきた中で一番怖かった体験って何？そうですね、今まで一番怖かったのは、子供の頃そろばん塾をサボって母親にすごく怒られたのが一番怖かったですかね。そういうことを聞いてるんじゃないんですよ。これ見て勉強してください。全部うちで作った作品です。そういうの見るのも苦手でしょう。そんなことないよ。やっぱり断っちゃった方がいいんじゃない？大丈夫だよ。一緒に見てあげようか。いいよ、こんなの見たらお腹の子供に触るだろ。順調ですよ。発育のいいお子さんです。私の赤ちゃん、あなたは今何を考えているのかしら。
きっとこの世に出られる日を今か今かと待っているのでしょうね。ママだってその日を指折り数えているのよ。だからきっと丈夫で元気に生まれてきてね、私の赤ちゃん。一体どうしてこんなことに。梅木さん、こんな話ご存知ですか？胎児は母の体内にいる間、人類進化の過程の壮大な夢を見ているといいます。それはまず単細胞に始まって、奇妙な三葉虫時代へと進行し、グロテスクな魚類時代を経て両生類、そして巨大な恐竜たちが我が物顔でのし歩く大爬虫類時代となります。やがて恐竜たちは滅び去り、代わって哺乳類が地上の王者にのし上がります。そしてついに人類の出現に至り、その進化の壮大なドラマの夢はクライマックスを迎え、この世に産声を上げるのです。それが何か？お宅のお子さんの場合、その人類進化の夢を見ている途中で、つまり胎児が人間の状態になる前に進化が止まってしまい、そのまま成長してしまったと思われます。ですから正直申しまして、あなたの子供は人間ではありません。やめてください。人間の子供でないのであれば、たとえ殺しても殺人罪にはなりません。俺の子供が人間じゃない。面白いですよこれ。本当ですか？いや、こんな発想を僕には真似できないな。梅木さんの奥さん、今本当に妊娠中なんですよね。だから描写なんかも妙に説得力あるんだ。いや、あっぱれですよ梅木さん。この調子で進めてください。でも本当にこんなことって現実問題あるんですかね？そんなことあるわけないじゃないですか。何よこれ。ん？妻の妊娠中にこんなの書くなんて旦那としてどうなの？怒ってるの？本当にトカゲの子供なんて妊娠したら私を下ろすわよ。うん、そりゃそうだ。俺だって絶対そうする。私は育てます。でもその子は人間じゃないんだよ。ひどいわそんな言い方。この子は私の赤ちゃんよ。いい加減にしろ。見てみろ、これが人間の赤ん坊か。泣かないで泣かないで、私の赤ちゃん。育てます、誰が何と言っても。私はこの子を育てます。ちょっと見た今の。何あれ、気味悪いわ。はい、あの奥さん知ってる。あ、これ妊娠中に買い物に来てたの、よく見かけてたのよ。え、妊娠中に？
きっと死産か何かして気が狂っちゃったんじゃないかしら。へえ。それであんな気持ちの悪い怪物を自分の赤ちゃんだと思い込んでんのね、きっと。何食べたい？あきこの食べたいものでいいよ。いつもそう言って後で文句言うでしょ。言わないよ。じゃあピーマンの肉詰め。ピーマンか、やだな。ほら、これは？いいね。美味しそうだよね。餌はいいから、俺の夕飯はまだなのか。餌なんて言い方ひどいわ。まるで動物みたい。動物じゃないか、いや怪物だ。ひどい、ひどいわ。この子は私たち二人の子供でしょ。ごめんね、パパが急に大きな声出したからびっくりしたのね。いい子だからね、泣かないのね。そんな化け物は俺の子供でもなければ人間の赤ん坊でもない。怪物だ、いや醜い怪物だ。こいつ！こいつ！やめて。この子を殺すなら私も殺して。どこか女かもう分かるんですよね。どうしました？すいません。機械の調子が良くないみたいで、今日はこれくらいにしときましょう。また何かありましたらいつでもいらしてください。隣の子供を食い殺す。わあ、何をするんだ。すみません、ちょうど僕が忙しい時とかそうなっちゃって。忙しいのはいいことじゃないの。それにね、自分の生まれ育った家で産むのが一番落ち着くんだよね。あ、産むのは病院だけどね。当たり前でしょ。まあ何も心配しなくていいから仕事に集中しなさい。ありがとうございます。小太郎さんよろしく。あと
予定日までには一段落すると思うからさ。うん、家のことでわからないことがあったら連絡して。タロちゃん、バイバイ、行ってきます。次はシーン27になります。芝居見てました。はい、朝一からずっと。どうでした？いや、いい感じっすよ。本当ですか？先生、思ったことズバッと言っちゃっていいですよ。いや、本当にいい感じっすよ。先生のお宅ももうすぐお子さん生まれるんですよね。うん、まあ、ぼちぼち。そっか、セリフすんげえリアルでしたもん。ありがとうございます。はい、じゃあそれじゃいいですか。先生、トカゲもうちょっと上。トカゲ、上はい、チーズ。はい、OK。孝太郎です。すみません、
すみません。すみません。あきこ、どうしたの？汗びっしょりじゃないの？赤ちゃんに羽毛あったの？まだなの？あら、またベッドから抜け出しちゃったのかしら。元気だからな、あの子は。バイパスつながったから1時間かからないで来れたでしょ。あれ去年だっけバイパスつながったの。幸太郎さん、名前どうするの？名前なんだ、考えてないのか。まだよ、生まれたばっかりなんだから。でもかわいそうじゃない、名前がないなんて。このままだとね、お父さんの考えたやつに決まっちゃいそうなのよ。ね、なんかない？いいじゃないか、波太郎で。どうだい、波太郎。うん、字はちょっと難しいんだけどね。爬虫類の歯に太郎で波太郎。もうやーよこんなの。いいじゃないか、半分爬虫類なんだから。本当に元気な子だな。本当、あんな元気な子初めて。
将来どんな子になるんだろう。まあでも普通の小学校には行けないだろうな、うん、不憫だわね。でも友達くらい欲しいわよね。じゃあこれあげてくるよ。あ、和室の方かな。そうね。病院じゃなんて言ってたの。ねえ、だからなんであんな子供が生まれたのかとかさ。しょうがないですよ。もう生まれちゃったんですから。でも爬虫類なんですよね。いや、正確には半分が爬虫類ですよ。でも半分は爬虫類で人間じゃないんですよね。いや、半分は人間ですよ。でも半分は人間だけど半分は爬虫類だから、たとえ殺しても殺人罪には。あなた何を言ってるんですか！先生のお子さんどっちでした？男の子ですか？女の子ですか？名前決まりましたか？どうしようかな。言っちゃうかな。やめようかな。実はですね、パート2が決まりそうなんですよ。ウハウハですよ。でですね、脚本料 50% 増しでどうでしょう。あれ、ダメっすか。よかったな。倍。どうしました？顔色冴えないですよ。本番行きます。はい、本番です。本番行きます。包丁
いける？オッケーです。よし、じゃあ行きましょう。参りました。シーン40カット1447テイクワン、はい、よーい、スタート。こいつ、この、ママ気づかなかった。あなたは生きてる動物の肉が食べたかったのね。ごめんね、ごめんね、ごめんなさい。いい加減にしろ。やめなさい。ひどい、ひどいわ。この子は私たち誰の子供でしょう。幼稚園でママが急に大きな声出したからびっくりしちゃったのね。いい子だから泣かないでね。何をするか。お前、あなたが
がそうするんじゃないかと思ってずっとここで待ってたの。無理ですよ、そんな直し。もうスケジュールも全部決まってるんですから。しかし実際にトカゲの赤ん坊が生まれてしまった場合はですね、2ヶ月じゃん。そんなこと無理でしょ。主人公夫婦は結局トカゲの赤ん坊を育てていくってラストが気に入ったから引き受けたんだよ俺は。あ、いや現実にはですね、俺がパパだ、俺がパパだよ。そうじゃなくて、大吾さん赤ん坊を殺してください。舞子さんもそれに素直に従って包丁でこうグザッと刺す。やめてくださいよ。何が気に入らないんですか。よく見ててください。こんなものを現実にこう、ちょっとちょっとダメダメダメ、それでやってるやつだ、この野郎。あ、ちょっとちょっとちょっと、この直し明日まで逃げますから絶対直してください。絶対に。Ah! Ah! 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 Ah
お疲れ様。なんとかでっち上げたよ。私の赤ちゃん、あなたは今何を考えているのかしら。きっとこの世に出られる日を今か今かと待っているのでしょうね。ママだってその日を指折り数えているのよ。だからきっと丈夫で元気に生まれてきてね、私の赤ちゃん。